はい、今回はこちらの受信機の使い方についてやりたいと思います。こちらですね、この大きい方に入っているのがプロンカラー RFS2.2C、 これ C2 のキャノンですね。キャノン用のでかいけどこれすごいいいです。こうカメラにつけるところはくるくる回す、こんな感じです。サイドにオンオフ、オンにするとここはつきます。ここでバリエーターを変えたり、このスタジオで、ここは数値ですね。数値を上げたり下げたりをここでできます。でこのサイドのこう押すとオンにするとモデリングありなしという感じですかね。でこれカメラにつけて、これ受信機をつけた上にクリップオンとかもつけることができます。多分2万円しないと思いますね、こちら。じゃあ続いてこのちっちゃい方、ちっこくて可愛いですよね。フロンカラーの RFS2.1 です。インアウト。ここにコードつける。で、これテストボタン。あ、こっちは上にテストボタンがある。で、これはテストボタン。で、ここで数値変えられて、これで受信機のセットですね。で、このテストを長押しするとモデリングだったと思います。あ、で、こちらは電池。炭酸電池2本なんですけど、こちら見慣れないリチウム電池です。1個、ここはちょっとあまりそんなリチウム電池を持ってないんで、炭酸だったらねすぐ対応できると思うんですけど、ここぐらいですかね。4万しないぐらいだったと思います。買ってみてこっちの方が使いやすいです。でかいんですけど、こっちの方がクリップ音もつけられるし使いやすい印象ですね。以上です。バイバイ。